アボガドシェイク。アボガドシェイク頼んでみる？髪型がなんか変な髪型。いただきます。でもちょっと戻ったら全然何笑う。ずっといや、まずいわけじゃない。野菜っぽい感じはある。それ自体はすごい甘いもんじゃないからさ。いやでもこれはこれで美味しいかなって感じはするけど、また飲みたくなるような気もする。めっちゃ美味しそうや。マンゴーっぽい。マンゴーあんま好きじゃない。でも別に食べれるやろ。一回マンゴー取りに溶けてみい。ちょっと移動してきたマンゴーが。でそれ下のバナナかな。うん、バナナ。何個使ったん。しかも全部使うてやってきて。あ、これだけ食べろ。いただきます。普通にうまい。何や。これって何だ。メープルシロップじゃないんかな。え、黒糖とか。うん、どうか。めっちゃ食べよう。美味しい。卵焼きとか、味付けたご飯とかいろいろ入ってます。2種類のソース好きな方にしてて食べるみたいな。うん、結構味は薄めかな。見た目のありの場所変わりまして、こちらブコジュース。ちょっと飲んでみーや。フィリピンではココナッツのことをブコって言って、うん、まあ本物のココナッツの飲んでさ、ゲーってなったやん。でもこれはもしかしたら美味しいかも。ココナッツのジュースです。鼻開いたけど、小指立っとるけど。めっちゃ飲んどるけど、人のジュースめっちゃ飲んどるけど、ちょっと おいしい。バニラジュース。バニラケーキ。ちょっと食べかけですけど、チキンにモッツァレラチーズかかったやつ。どう。ないと思う。美味しいな。めっちゃ柔らかいしな。お父さんが食べとんのは豚肉。ポークなんちゃら。美味しかったな。テンダーロインステーキ。まあ、日本のお肉じゃないからな。どうやろうな。ちょっとつけて美味しいかどうか確認。どう。美味しい。癖とかは大丈夫。ある。柔らかそうやな。柔らかい。キノコソースみたいな感じ。マッシュルームソース。美味しい。最後まで見てくれてありがとう。他の動画も見てね。